はい、こんにちは。今日はね、クマの話です。ツキノワグマですね、まあ、ヒグマも含めてですけれども、この時期秋ですね、だいたい8月末から9月10月あたりに、クマの大量出没っていうのが起こる年があります。まあ、豊作凶作っていうのがどんぐりの仲間とか木の実の仲間にはありまして、まあ、山の中の餌が乏しいとこうクマが山から溢れ出してくるっていう現象が、まあ、起こります。でその年に当たるとですね、クマの目撃情報っていうのがものすごく出てくるんですね。クマを見たと、なんとかしてくれというような意見がいっぱい出てくるわけなんですが、問題としてですね、それ本当にクマかっていう部分があります。北海道であればね、ヒグマか、エゾシカ、まあ、大型の哺乳類でいくとその2種類になりますので、まあ、見分けは比較的簡単だと思うんですけれども、本州とか四国とかだとですね、ツキノワグマを含めて、大型の哺乳類って何種類もいます。ツキノワグマ、カモシカ、ニホンジカ、イノシシとかですね、いうものがあります。で場合によってはね、木に登ってたとかいう話だと、ニホンザルですね、サルとも区別しなきゃいけない場合があります。でひどい話になるとね、アナグマとか、中型哺乳類まで、クマだって言い始める人がいてですね、まあ、クマを見たという人がいたら信憑性がどの程度かっていうのをちょっと考えなきゃいけないという部分が実はあるんですね。まあ、皆さんがクマを見たと感じた時にも一回確認する意味でですね、こちらの動画を作成します。だいたいね、野生動物って逃げていく瞬間見ることになるので、後ろ姿になります。まあ、クマでもカモシカでも、ニホンジカでもイノシシでもそうなんですが、後ろ姿見ることになりますんで、どう見えたかっていうのをですね、比較して、本当にクマだったかっていうのをちょっとご確認ください。はい。赤い個体なんでしょう。ツキノワがでかいね、やっぱこれ。生き上がってる。はい、撤収途中ですけど、湖畔でカモシカ見つけましたね。いや、若くはないな。結構年いってるかもな。いやー、寒そうですね。この時期はね、木の芽とか木の皮とか結構ね、こう栄養のあんまりないものを食べてしのいでますね、サル。何を食べてるんでしょうね。緑色の草を食べてるんでしょうか。あそこが巣穴になってるんでしょうね。おもろいね。カメラかけたいとこですけどね。
キナーグマに関してはですね、基本的に屋外で見た場合ほぼ真っ黒に見えます。もう本当に真っ黒です。真っ黒に見えた場合、あ、それはクマかもなと、いう判断ができます。あるいはこう人がね、クマを見たって言った時に、何色だったかっていうのを聞いて、白とか茶色とかいう毛が結構混ざってたっていう話だと、まあ、それは別の動物だろうなっていうことが、まあ、わかるということです。クマを見たっていう時もこの月の輪が見えることってほとんどないので、まあ、その点はねしっかり確認した方がいいと思いますね。見た獣の色が何色だったかっていうことですね。まあ、見間違いであってもですね、クマを見たという話になると、例えば小中学校の登下校が集団登校になったりとかですね、場合によっては捕獲まで計画されることがありますので、まあ、その無用の混乱を招かないという意味でもですね、しっかりと、見たのが本当にクマだったかっていうのを確認していただければと思います。はい、ありがとうございました。